元旦から悲しいニュースが続いております。一日も早い復旧を心よりお祈りしております。下柳の柳に風。はい、今日もやります柳に風です。ねえ、もうあとキャンプまで1ヶ月を切っております。今年の阪神タイガースはどうでしょうかね。アレンパということでね、今までタイガースの歴史上連覇はありません。その連覇をいかに目指していくかということで、まあタイガースは、まあ、右の160キロメジャーリーガーを持ってきて、それを抑えに持ってくるのか、中継ぎで使うのか、そのまんま岩崎君を抑えで使うのか。でも日本シリーズから岩佐君も復調したので、こう抑えに持ってくるのか。一応抑え候補が3人いるということで、まあシーズン中も岩佐君はほとんど調子を落としたり怪我したりして、なかなか戦力にならなかったけど、それが戻ってきて、あのリリーフ陣プラス2人ってなったら、まあリリーフとしてはやっぱりまたセ・リーグ1の防御率リリーフ陣は出せるやろうから、まあまた僅差を勝っていく試合展開っていうのが計算できるんじゃないのかな。まあ、JFK みたいなのをこのメンバーいたら岡田さんは作るんじゃないかな。先発陣が青柳君と西君が去年のシーズン中ダメで、後半ちょっと戻ってきて日本シリーズで投げてって、この2人は一回調子崩して戻し方っていうのを去年のシーズン中にやって見事に調子を戻したので、もう来年の先発もローテの中に入ってくることは確実やろうから、それとあとルーキーの青学の子ね、彼がローテに加わってきたら本当にまた投手陣っていうのはものすごくレベルの高いセリーグ1ってなる評価になるんじゃないのかな。でも攻撃陣って言ったらもう変わるってしたら、梅野くんが怪我から戻ってまた併用になるか、もう他の場所は全部もう埋まってるから、あとはレフト問題。ノイジーが日本シリーズで活躍してくれて残留決まったんで、まあ、最初のうちはノイジー使おうかな。新人の子をいきなり使うっていうのはなかなかあのメンバーに入るのは難しいのかなっていう感じはするけど、で去年優勝したけど野手でキャリアハイやったっていう選手がほとんどいないのよね。ほとんどいないというかゼロやったんですよね。だからあのルーキーの子だけはあれがキャリアハイやからそうなるんだけど、でまたみんながキャリアハイ出すようならまた抜けてしまう可能性もあるし、まあ間違いなく優勝争いはするでしょうね。ライバルとなるって言ったら、まあカープやけど、神にあの順位書いてもらえます。かかんわ。セリーグかかんど。悩ましいな。はい、ボグさんやめて、ボグさんやめて。タイガースはもうそのまんまやけど、ジャイアンツがまあ中継ぎが弱点って言われてて、中継ぎをなりふり構わずめちゃめちゃ取ってるから、まあそこちょっとハマる可能性もあるかなっていう。でカープは、まあ、去年の勢いと、でも西川君が出ちゃったからまた外国人指揮をしたよね確かと。差し引きゼロ。スワローズ多分村上君が去年よりは調子良くなるやろうから得点力が確実に上がる。で横浜はやっぱり今永君がいない、ローテの柱が一人いなくなるっていうのと、この辺は入れ替えで、やっぱドラゴンズが上積み、中田翔君が入ったけど、まあそこまで巨人に活躍してたわけでもないし、まあこの辺は団子かな。
横浜がね、この辺に来る、まあ、この3つぐらいが全然分からん感じかな。巨人が、まあ、直前ね、ほらまた大物連れてきたりするから、巨人の順位を上げて、その自分らの弱点である中継ぎをものすごく補強してるから、そこがハマってくれたら、まあジャイアンツの上位もあるかなと。監督も阿部さん、阿部慎之助君に代わって、まあ選手と近い世代やし、いろいろ話もしやすくなるよ。原さんよりお話ししやすくなるやろから、原さんはしづらいっていうより、原さんがちょっともう監督業が長くて、名監督になったから選手からは話しかけづらかったと思うからね、その辺は解消されるやろうし、スワローズはな、また新外国人とか連れてくるやろうし、あそこ外国人連れてくるのがうまいし、連れてきた選手がほとんど大体ハマるから、この辺で横浜はやっぱり、横浜って補強した外国人、アンソニー・ケイっていう外国人、左ピッチャー、ドラゴンズはな、ピッチャーめちゃくちゃいいから、打撃陣得点力がちょっと上がれば本当に順位はすぐボコって上がるんだけどな、本当この辺の4球団は分からんな。で、俺が一番来シーズン興味があるのは、去年現役ドラフトで2人すごい活躍したけど、今年の去年の現役ドラフトで取った選手が今年どこのチームの選手が活躍するかなと思って、それがすごい楽しみで、職場が変わって働ける場所があったら、水を得た魚のごとく、ね、活躍する選手が出てくるから、それがすごい楽しみなんやけどね、野球界全体で。で、このセリーグ6球団の現役ドラフトの選手がどんだけ活躍するか、まあタイガースからジャイアンツに行った馬場君にも頑張ってほしいしね。で、まあなりふり構わずジャイアンツはタイガースからケラー取ったからな、カイル・ケラーもう本当にいいピッチャーではあるから、まあ、去年は途中から帰国して家庭の事情で活躍ができんかったけど、去年そんなに悪い出だしの時イメージはなかったから、それで普通の力を出せば十分リリーフでやっていけるやろうから、その辺がハマったと考えたら、やっぱりジャイアンツが2位に来るのかなって。またすぐ連れてくるからな、すぐ連れてくるから、なんかごっついので、まああの立浪監督がこのままじゃ終わらんような気もするしな、なんだかあの勝負師やったね、レギュラーずっと張って代打でも活躍して、あの勝負師やった立浪監督がこのまま終わりそうな気もせんしな。この2位から6位まではなかなか、どうしてこらお前ら、あーじゃねえよ、はい、と格闘をご覧ください。チャラレ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 チャラ、ムサ逃げます、あーゴープロが